こんにちは。私はスティーブ・カーフメンと申します、えー。ご存知の方もいると思うんですが、えー、もうすでに何年間続けて、英語、主に英語であ言葉の勉強についていろんな話をしていますビデオ。ここで YouTube でビデオを作っています。これからはですね、4 5回、4, 5回連続 日本語でその言葉の勉強について話したいと思います。最近もほとんど日本語を話してませんので、えー、他の言葉、スラブ系の言葉、ロシア語、ウクライナ語、ポーランド語、えー、あるいは韓国語を勉強しているから、私の、まあ、日本語の,あのあ、あるいはその言葉遣いなんかはちょっと、えー、レベルが落ちていると思うんですが、 まあそれは別として、えー、もちろん日本ではですね言葉の勉強というのは英語英語の勉強がほとんどのようですけれども、まあ、残念ですけどね私が15カ、えー、国の言葉を話せるんですからやはり一つの外国語だけじゃなくて第3第4も勉強すると えー、いろんなあの利点がありますが、ただ、そういうことをするには、あるいは英語だけでも、英語を流暢に話すするにはですね、いろんなファクターがいるんですよ。いろ,いろんなその、えーまあ、前傾、ななんて言うか、前傾条件というか、あるんですよ。で、うん、一つはですね、やはり何をするにしても、もちろん自信がないとダメなんでしょ。 だから絶対できますとか、えー、やりたいとか、えー、あれですけれども、しかし自分がね、体が、例えばスポーツの例を取りますとね、えー、自分が弱いとか、えー、耐久力がないとか、えー、技術が、まあ、技術は、まあ、育つこともできるんですけれども、その力というか耐久力は非常に大事なんですよ。それがやはり言葉の勉強の時に、まあ、例えば英語勉強の場合はね、 どうやって自分の、まあ、これスポーツなら体を鍛えるでしょだけども言葉の勉強の場合はですね、どうやって自分のその言葉のまあ吸収能力ですか勉強能力を鍛えるかそれについてですね、ちょっと話したいんですよね。私がね、初めて日本へ行ったのは1969年、結婚したすぐ後、あのワイフと一緒にね、 えー、ちょっと訪ねただけですね。3日間ぐらい東京に泊まりましたけれども、あと71年から82年まで、その間にですね、えーまあ、3年間はまだカナダにいたんですが、ほとんど日本にいたんですよ。だから9年間にそ日本に住んでたんですよ。で、私は日本語の学校は行ったことないです。日本語の先生もいなかった。私が日本へ着いてから、 自分でいろんなその方法を使,えてつつあのつか使ってですね、日本語を勉強しました。まあ、最近ちょっとレベル落ちてますけども、でもちろんあの話だけじゃなくて、もう読むことも大事ですから、そして私、あのその言葉の勉強に対して興味ありますので、日本語のいろんな本を読んでますよ。もう歴史だとか えー、小説だ,だとか、あるいは日本の勉強について英語の逆から学べとか、な,なぜあの人は人の前で話すのがうまいのか、私の、えー、英単語帳とか、外国語上達法とか、まあ、歴史の本もありますよ、日本のルーツが分かる本とか、まあ、たくさんたくさんあるんですよ。 だから、その言葉の勉強、自分の経験だけじゃなくて、いろんな人の意見、もちろん英語とかフランス語、他の言葉でも似たような本を読んだこともあるんですよ。だそれをですね、自分の経験、そして他の人の経験を見て、えー、その中から、やはり何て言うんですかね、コツというか何が一番のキーポイントですか。それについてですね、これから、こういうビデオでおよそ 4分間5、5分間の間で説明したいと思います。これが皆さんの役に立てば非常に幸いだと思います。どうもありがとう。じゃあ、またね、あの皆さんとの会話楽しみにしています。さようなら。